皆さんこんにちは。こんにちは。今日はベガレット特集やります。おお、お待ちかね。お待ちかね。さあ開幕ももうそろそろ迫ってきましたけども、こっちが見たかったんだよ。ベガレットバーイっていうね、やりますよそりゃ、はい、語り合っていきましょう今日。あ、なるほど。今年のベガレットは昨シーズン終わって結構すぐに動き出したっすよね。そうですね。いち早くじゃない。最終節が10月23だったんですよね。24、次の日にも伊藤監督の続投決まってたのね。うーん、伊藤監督の次の日にもう遠藤康選手をもう契約更新したんですよ。おお。13人アウトで13人インだったのね。つい先日、はい、あれ決まりましたよね。キャプテンとユニットリーダー小出選手でしたね。そうですね。びっくり。びっくり。試合にやっぱコンスタントに出る人をやっぱ今年はキャプテンに置いたのかな。若狭選手とかってキャプテン要素じゃないの？チームの兄貴的な存在ではあるけど、キャプテンではないかな。桜井翔くんみたいな。あんなしっかりしてますか？失礼だよ。ユニットリーダーが大畑選手と中島選手と松下選手と中山選手。もっくん入ってくるのかいっていうね。てことは？あ、てことはもう早くも。7番も付け出しってことは、もう7番で1年で7番降りれると思うなってことは複雑な心境ですよ。僕はなんかそれに関しては好きだからこそゆえに手放したくないのもあるけど、うん、好きだからこそゆえにやっぱ自分の好きな場所でのびのびやってもらいたいっていうのもあるよね。ああ深いね。花水木みたいな感じだね。あ、そうそうそう。好きな人とくっついてくださいっていう、っていう切ないけどね。やっぱ、うん、好きな人ほどやっぱ幸せになってほしいから、好きな人ほどやっぱ幸せになってほしいから、はい、っていう重開幕早々重って感じですけども、はい、補強もすげえ良かったから、去年スタメンで出てた選手もなんかスタメン確約されてないよね。そうだね。大方予想3バックみたいなので予想だけど、いろいろ試してから決めるみたいにしたから、開幕もしかしたら全然違う4バックとか試す可能性もあるっぽいよね。はいはいはい。去年はそう、これコロナとかでデサバト選手とか結構出遅れて、はい、うん、コンディションとか戦術とかの面であれだったけど、今年はもうバッチし、去年のベガルタの課題といえば、うん、ディフェンス、まあ、ですよね。やっぱね、僕もそう思うんですけども、うん、まあ、J2 で5番目だったんだね。終わってみれば5番目の失点の多さだったんですな。若狭選手の怪我もあり、平岡選手のコンディションもあって、うん、なかなかこう層薄かったしね。薄かった、ギリギリだったね。テテがサイドバックやってたりとか、よく対応してたなと思うけどね、テテも、うん、途中でその佐藤選手が入ってきたのはめっちゃ大きかったけど、うん、レンタルだし若いからその経験っていう部分でもちょっとね頑張ってくれてた。そう、めっちゃ頑張ってくれてて、もう終わってみれば残ってくれないかなっていう、うん、延長なんないかなっていうふうに思ってたけども、うん、それでもやっぱ苦しいシーズンだったっていう、うん、今年それを改善するべく、うん、来てくれたのが小出選手と菅田選手ね、うん、はい、実力経験ともに申し分ないですよね。そうですね、まあ、あと林選手か、うん、林選手も来てくれて、はい、キーパー争い熱いなこれ。早くも林選手ちょっとムードメーカー感あります。記者会見でメガネで出るってオンとオフ分けてんのかな。どっちがオンがメガネってことですか。あ、いや、オフオフあ、で、そっか、記者会見オンじゃないわ監督、今年どんなことをなんかそチームの長所と魅力はね、強度らしいですよ、強度。あんまり去年感じなかったけどな後半になるにつれて結構そこの部分でなんか差出たよね。なんか強いチームと、うん、あれのとこなかったからこそ、去年の課題を克服って意味での長所ってことなのかな、うんうん、なるほど。伊藤監督のサッカースタイルはあれですよね、ポジショナルプレーみたいな感じよね、うん、決まったとこで数的優位で戦うみたいな、なんかそういう、うん、ハイプレスとか、うん、めちゃくちゃこう片方のサイドにこう寄ってとか、なんか派手さはないけど、なんか結構規律を守って集団行動みたいな、うん、ジュビロはそれがうまくいかなかったんだけど、うん、ベガルタってそれを徹せれる選手、うん、プラスその例外だよね、その規律を破れる、いい意味で破って、破った上で、あ、そこの部分でも強さを発揮できる選手が多い、うん、確かに確かに。
モックンだったらそのボランチ真ん中っていうとこを守ってればいいけど、飛び出したりてかそのそれこそプレスバックして戻ったり、うん、サイド流れたり、うん、パスでレーン越えたりとか、うん、でそこでしかも高いクオリティでプレーできるっていう、うん、今年来た豪華選手とかね、そういう選手がいっぱいいるのがいいと思うんだね。いろいろな面々がいる中でスタメン予想ねしてみよう。おフォーメーションは僕はね 4-4-2 です。お、そうなんだ。はい、しかも 4-4-2 のこのダイヤ中盤はこのダイヤモンドですね。はい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 、アンカーいて前に2人いてトップ下みたいな感じ、はいはいはい、キーパー林選手、あ右にマセ選手、ね、うんうん、でセンターバック姿選手、小出選手、はい、8、お、8ですかね、はい、一番下のアンカー、はい、これ松下選手僕置きます。おで、この松下選手の前の2個はね、うん、モックンとエベルトン、はい、あ、はいはい、そしてトップ下が安石選手、お、あれ、あっちじゃないと、そう、あっちじゃない、11番じゃないじゃないの。なるほど。で、2トップが中山選手と豪華選手。おえなるほどね、はい、ね、私はこう、ね、はい、こう置きました。理由は、はい、まあ、僕久保選手好きで見てるんですよね、うんうん、レアルソシエダ、はいはい、でもレアルソシエダがね、ベガルタがやったらハマりそうだし、見ててシンプルに楽しいサッカーだなっていうのがあるんですよね。どっから話そうかな。ベガルタ守備が課題とは言いつつも、うん、攻撃をもっともっとリーグ終盤も活性化していけたら、うん、で失点なんてどうでもよかったんじゃないかっていう、うん、よくないけどね失点あるのは、うん、でも去年の流れだったら得点力もっとグンってやった方が、得点力も失速 したですよね。重心後ろに持ってってちょっとおかしくなったかも。なった、ね、なった。そこを改善した方がいいって思ったし、うん、見てる方も楽しいと思って、うん、でソシエダでそこが上手くて、うん、相手の時間帯だなずっとみたいなのがないんすよね結構試合見てて。あ、うまいんだよこの顔の出し方とかが、中盤の出来上がり具合が、うんうんうん、このダイヤモンドだから普通ね 4-4-2 にやったら右ウィングと左ウィングができるじゃないですか、うん、だからやっぱ中盤って枚数少ないですよねどうしても、うん、でもこの 4-4-2 のダイヤモンドにすることによって真ん中得意な選手を集めるから、うん、真ん中ギュッてなるんですよね、はい、でしかもプラス両サイドバックがこう片方上がってこれるから、うん、枚数増えるんですよね、はい、ポイントはこの2トップの一角をフォワードじゃない選手を置くっていうのがポイント。はい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 、レアルソシエダでいうと豪華選手が久保選手なんですよね、うんうんうん、でもう一人のワントップはもうフォワードらしいフォワード、はい、レアルソシエダとスルロット選手がやってるんですけど、うん、これを武将様が担う、はい、まあ、このワントップはもう何でもできる。豪華選手がポイントなのはこれ2トップだけど、まあ、言うてしまえばもうトップ下 1.5 列みたいな、なんかもう仲介役ですよね。降りてきて受けることもできるし、うん、自分で局面を打開してチャンスメイクできるみたいな、うん、だから攻撃の時にやったらもう攻撃に7枚ぐらい枚数かけるみたいなイメージですよね、はいはいはい、でこのトップ下にこの安石選手、まあうん、ソシエダでとはダビド・シルバ選手ですよね、はい、これがこれができるぴったりなのよ、うん、豪華選手は仕掛けられるしパスもできてみたいな、うん、まさに久保君、うん、このアンカーも大事なのね。あ、そうすね、アンカーがね今マチス選手置いてますけど、レアルソシエダでいうとスビメンディっていう選手がいて、はい、これがねあれね、次世代のブスケツ、今このバルサも狙ってるんですよこの、うん、何だよ俺レアルソシエダ話してんのかな。ソシエダ布教しに来たの、ソシエダ布教しに来た男みたいな、うん、そうスビメンディ選手ってそのブスケツの後釜って言われて、スペインを担う男って言われてるんですけど、それがめっちゃうまくて、うん、でやっぱそこの選手って守備もできるしボールも展開できなきゃいけないんですけど、うん、できるよね。できますね、ハードワークできて、うん、できるできる。それで次前ね、前のこのエベルトンと中島選手のポジションって あのセントラル、そうそうそう、うん、そこってあのマリアルソシエダって言うとやっぱり名前飛んだ、マシューライアン違います、ゴールキーパー、あぶねえ、あぶねえ、ブライス・メンですか、そう、ブライ、そう
そう、中島選手とエベルト選手が務めるポジションがブライス・メンデス選手っていう、これまたすごい、これすごいね、この選手がパスできてシュートできて点も取れてゲームも作れるみたいな。だからまさにこのモックのエベルトンぴったしなんですよ。僕はそのエベルトン選手のプレー見た限りボランチよりも1個上でやった方がいいと思って、そうなるとこうぴったりで、プラス、そうでもうこれもうお腹いっぱいなんだけど、もうぴったりなのが前線が、ラレアルと真ん中ギュッてやるから脇開くじゃないですか、そうするとこのサイドバックがこう縦横無尽に、この2人大好きだから、走りのハチとマセ選手、マジぴったりなのよ、俺もそう思う、ぴったりだし見てる方も楽しいんだよね、なんかこのサッカー、ね、スペインっぽいよね、そうどん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 ボールに絡んできて、中盤が多いからこの前を向けるタイミングが多いしチャンスも多いんだよね。伊藤監督ってグアルディオラ好きなんですよね、マンチェスタシティ。あ、そうなんだ。尊敬してる指導者グアルディオラって言ってるんですけど、それで偽サイドバックとかやったりするんだ。多分そう、偽9番とかね、うん、グアルディオラって結構そのめちゃくちゃリスクが高い時以外は前をボールを下げないっていうのと体の向きを 前で受けるみたいなのがあって、ベガルってこれめっちゃ大事だと思って、だからもうどう、じゃああのあれだね、この話するときめっちゃ早口だね、そう伝えたいことがいっぱいあってね、だから僕はこの442のシステムダイヤモンド型をね、はい、使いたい。いや確かに、じゃあそれいいよ、久保選手とダビド・シルバの関係性ね、関係性もぴったりでしょ、ベテランから若手みたいなところ、そうそうそう、ダビド・シルバの方があのボールの取り方うまいんだよね、それがあの安さんとあの豪華選手の関係ってと一緒、はい、一緒、本当に一緒マジでね、あのレアルソシエダ見たことないっていう人ね、今から見てほしい本当にちょっと今ねダビド・シルバ怪我してて出てないんだけど、久保君がたまにダビド・シルバいないからトップ下に入るんだけど、あ、はいはい、あるから豪華選手がトップ下来て、ツー、トップ、確かに確かに、ホヨンジュン選手と中山ありえるから、確かに確かに、レアルソシエダ見た方がいい面白いなこれ。だから、ね、無理して 3-5-2 システムに、ね、はめる必要ないと思うんだよね、私は、3-5-2になったらまたシステムメンバー変わってくるんだけどね。これ見てる皆さんも多分、いやこれいいね押してください、いいね、いいね、いいと思ったら、ね、本当に、うん、逆に皆さんはどういうスタメン予想するかっていうのも聞きたいけども、あ、確かに確かに、もうこれだけでよかったね今日の話っていうぐらいなんですけど皆さんあんまりなんか注目してないかもしれないけど、に挙げてない選手で、はいはいはい、いやいや僕この人下手したら一番大事だよと思ってる、誰だ誰だぐらいのが秋山選手。秋山選手名前出てこなくない、出てこない、雑誌とかにも出てこない、舐めてんのと思って本当に、ね、伊達に2番つけてないよ、そう千葉での活躍見ましたか、ベガルタにいた2年前3年前の姿を見たら、うん、いや秋山なんなんってなるかもしれないけど、人って変わりますから本当に舐めてるよね、本当に、お蕎麦を塩で食べたら美味しいやんっていうぐらい天ぷらって塩の方が美味しいやんっていうぐらい、うん、食べた時の衝撃あるからね、秋山の人分かる、ね、分かるよね、分かるなすげえ分かるわ、ね、みんななんで出さないんだろうと思って名前、もう新加入にとらわれすぎですよ皆さん、あ確かに、レンタルバックしてた意味、左サイドで言ったら多分さ、相良選手、ウッチーだよね、あ、そう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 、いや、秋山はいそうね、本当に、ね、舐めんなよって思いますけどね、僕もし 3-5-2 でやったらね、3-5-2 の5のウィングバックの部分にね、僕秋山選手使おうかなと思ってたりとかしてね、お秋山選手さ、ボール持つの上手いから、うん、8は縦横無尽、縦横無尽、縦にめっちゃ走れるけど、うん、足元器用ではないですけど、そうですね、1枚剥がすとかなんかそういうのはあんまり見たことないね、そうなの、でも秋山選手足元うまいから、うん、でも3バックにするとちょっと守備範囲がなんていうのかな、これが7割ぐらいの縦で済むから、その4バックで守るとしてもマセ選手がこうあっち埋めて4にするし、はいはい、そうなると秋山選手1個ポンって出るから、そうするとより前でボールを収められる選手を置いた方がいいから秋山選手を置くんですわ、なる影の立役者になってほしいよね、うん、決して表に出るタイプではないです、あ、そうそうです、出るかもね今年でも、なんて言うんだろうな、説明しづらいけど、うん、後半60分ぐらいから良さが分かる、うん、分かるよね蕎麦って蕎麦食べた後の蕎麦湯梅か、あ、そう、なんで蕎麦にとらわれてるのか分かんないけど、翔くんちなみにいる、僕はね結構もうあの
レアルソシエダに当てはめたっていうこの理論を発表した時点でもお腹いっぱいです。あと秋山選手ね、いい補強してくれたね、やっぱり。こういい分かってるんだね、やっぱり。これカップ戦とかが下手したら取れんじゃない今年。天皇杯とか、うん、確かにカップ戦取れるかも。ねえ、カップ戦取れそう。これスタメン考えるのだけでも本当いろいろパターンが出てくる、ね、出てない人いっぱいいるからね、うん、木田選手出てないからね。そうっすよね。カトチーも出てないですし。確かに。で山田大翔選手とかも出てないからね。ね怖っ。でも 1.5 列目だったらすごいちょうどいいよ。確かにね、山田選手あり得る。あれだね、レアルソシエダの下部組織出身の10番のオヤルサバル選手っていうのがね、はい、いるんですけど、その選手がまあもう山田大翔選手でさ、フォワードに入るけどちょっと足元上手くて10番気質みたいな、はい、山田大翔っていう、レアルソシエダすげえな。もうソシエダだ今年は本当に。でね、工藤選手ちょこちょこ出してほしいですね。工藤選手ね、なんかルーキー今年試合に出ないみたいな選手いないんじゃないですか。まあキーパーはあれかもしれないけど、あ1試合2試合とかじゃなくて普通になんか何試合か出るみたいな感じありそうだけどね、ルーキーベンチ入ってええー、みたいな人いないもんね。確かに。むしろ入ってなくてええはありす、いっぱいありそうですけどね。今年のベガルタこんな感じですよ。はい、皆さんは今年はどんなベガルタを想像しますかっていう話でね、スタメンとかもね、あの Twitter、Instagram、YouTube にね、たわいもない雑談コーナーみたいなものを作ってね、そうですね、盛り上げていきたい。ベガルタとともにこの第二のユアスタを、あ、はい、ね、仕上げで皆さん、まもなく開幕です。あ、僕行きます現地に。あ、お、じゃあ声かけたら何かありますか。友達を一緒に連れてきて登録ボタンを押してくれたら、あ、はいはい、飲み物プレゼントみたいな。あ、すごい。ウェルカムで言いますから、えー、こんだけ言って話しかけてくれないのあるからね、しょうがないです。開幕戦、あの町田ね、天空の城に今年も行きますから、開幕戦テレビの前から現地から、はい、応援しましょう、はい、というわけで今日の皆さん以上でした、はい、さよなら、さよなら。楽しみでもうよだれが出ちゃう